おいルーシー、見てくれよこれ。どうしたの？って大きい卵。ナイツとオイラが山で見つけたんだ。きっとすげえやつが生まれてくるぞ。もしかしたらオイラの仲間かもしれないね。返すつもりなのそれ？モンスターの卵とかだったらどうするのよ。大丈夫だろう、きっと。よし、しばらく仕事を休んで卵の世話だ。ダメよ、仕事をサボっちゃ。仕事に行ってる間は誰かに頼めば。ルーシーは真面目だな。そうだな、頼めるやついるか。きっとすげえやつが生まれるぞ。へえ、なんだかハッピーが生まれた時を思い出すね。私と夏で卵のお世話したの覚えてる？ああ、リサーナが鳥に変身して温めてくれたんだよな。懐かしいな。俺も少し手伝った記憶がある。エルフ兄ちゃん変身魔法が苦手だったから隠れてこっそりやってたんだよね。お前が勝手に持ってくから盗まれたのかと思って慌てたぞ。すまん、あの頃は俺も男として未熟だった。あの時の夏泣きそうになってたもんね。泣いてねえ。そんなことより今はこの卵だ。何が生まれるんだろうね。またハッピーみたいな猫？可愛い女の子だといいな。いや、男だな。いやいや、今度こそドラゴンだ。楽しみだね。な、そうだ、それでお前らに頼みがあるんだよ。頼み？仕事の間卵の世話してくれねえか。ルーシーが仕事サボるなってうるさくてよ。そういうことなら任せて、バッチリ温めておくから。おう、今度は俺もコソコソせずに堂々と温めてやるぜ。エルフ兄ちゃんの変身だとうっかり卵割っちゃいそうだけど。気をつける。ありがとな、二人とも。それじゃ頼んだ。そういえば夏、あの時私が言ったこと覚えてるのかな。大きくなったら私夏のお嫁さんになってあげようか。だって夏子供とか大切にしそうだし頼れるし。何赤くなってんのよ、冗談に決まってるじゃない。まあどっちでもいいか。夏、なあ、よし。
いしょっと。よいしょっと。よっしゃ、行っちゃいくか。
カリーの王冠地球の扉ネオメグルスインパクト。よし、痛いわよ。カリーの絶冠楽勝楽勝。なかなか生まれないから魔法で中身を調べてみたんだけど、この卵無精卵だったみたいなの。無精卵ってなんだ。赤ちゃんが生まれない卵ってこと。普段私たちが食べてる卵みたいなもんだよ。ってことは最初から何も生まれなかったのか。なんだよそれ。オイラの仲間が増えると思ったのにな。ごめん、世話なんか頼んじまって。いいよいいよ。それよりこの卵、せっかくだからみんなで食べてみない。食えるのか。調べてみた限り毒もないようだし、腐ってもないみたい。味はわからないけど。男は黙ってチャレンジだ。よし食うか。せっかく拾ってきたんだしな。はい、すごく大きいし食べ応えありそうだね。よーし、私が腕を振るっちゃうよ。ゴン、おー、うめえ。結構いけるぞこれ。鳥の卵に比べると癖はあるが、男の味だ。次はオムレツだよ。デザートにプリンがあるからね。えい、リサーナは料理上手だね。ああ、いい嫁さんになりそうだな。ありがとう。さ、どんどん食べちゃってね。ねえレビィちゃん、ガジルどうしたの。なんかイライラしてるっぽいけど。あー、なんか今度ギルドのライブで演奏するための新曲を作ってるらしいんだけど、なかなかアイディア出ないみたい。あー、なるほど。最初はギルドに馴染むために演奏してたんだと思ってたけど、普通に音楽好きなのね。下手の横好きだけどね。ま、今はそっとしておいてあげた方がいいよ。そうだね。でも私も物書き志望としてはちょっと共感できるかも。何か力になってあげられないかな。カグロ、どうした。うちのギルドに何か用か。ああ、エルサ、
実は刀の手入れに使う油を切らしてしまったんだ。それでこの町にまで買いに来たのか。有名な刀剣用品の店でもあっただろうか。いや、この町ではなく、ここから北西にある箱部山に良い油が取れるモンスターがいると聞いて。なるほどな。よし、それじゃあ私が取ってきてやる。いや、別にそういうつもりで話したのではないが。ドラゴン退治の時に加勢してくれたお礼と思ってくれ。いろいろと気苦労もかけてしまったし。そうか。ではよろしく頼む。